イオンモール岡崎。イオンモール岡崎は、愛知県岡崎市、戸崎町にある、イオンモールが、管理運営する、同社とイオンリテール、西部岡崎店、祖号、西部との2社の共同出店のショッピングセンターである。通称は、イオン岡崎、または、キーテナントのイオン、岡崎南店の旧称、ジャスコ岡崎南店の影響で、ジャス南、南ジャス、北側のイオン、 岡崎南店と南側の西部岡崎店が各店舗をなし、その間がイオンモール専門店街となっており、イオン、岡崎南店の西側がイオンシネマ岡崎店となっている。1995年、日清宝石、現、日清棒ホールディングス戸崎工場の一部に、開店したジャスコ岡崎南店を2000年9月22日に拡張し、イオン鉱山、現、 イオンモールのショッピングセンターとして増殖ランドオープンしたイオングループにおける百貨店と総合スーパー GMS の2各1モール型の先駆けとも言える店舗である。建物は地下1階地上4階建ての GMS2 棟とエンクローズドモールで構成されている。天井は GMS 棟は3メートルと5メートル、モール棟は5メートルで設定されている。 新設されたシネマ館は、イオン棟2階西側からの連絡通路で行くことができる。駐車場の容量は4300台で駐車場は、地下駐車場、4階立体駐車場、屋上駐車場、平面駐車場、シネマ館駐車場と5カ所となっている。証券は、自動車30分圏内の約67万人とし、年間1500万人の来客があったが、 2008年の増床により、証券を東、三河などを含めた自動車50分圏内の約100万人に拡大し、年間で300万人増の1800万人の来客を見込んでいる。また、敷地内に富山古墳群、イオン富士崎古墳広場がある。建設中に出土し、公園として整備されている。1988年、日清宝石が 同社、戸崎工場と国道248号を挟んだ、車有地14,500メートルに、ジャスコを核とする5階建てのショッピングセンターの建設を計画。店舗面積は17,400メートルで、うちジャスコは約1万メートル、駐車場の収容台数を700台とした。この時の仮称は、戸崎ショッピングセンターだった。計画は年月に、 商業活動調整協議会で大規模小売店舗法、大棚法3条の決心を受けた。しかし、近くに大英や声優などが大規模商業施設を建設することが明らかになったことから、計画場所を戸崎工場内に移転し、敷地面積を2.5倍の 約36,900メートルに拡張、店舗面積2万9,000メートル、内ジャスコは1万8,000メートル、駐車場1,500台に拡大した。この計画変更で、戸崎工場は、グラウンドや社宅などを取り壊し、また、工場の防水能力約5万水のうち19,000水を、原おもりすることとなった。大田名三条上決心後の計画変更は、異例だった。 1995年9月30日、ジャスコ岡崎南店として開業した。建物は前年に施行されたハートビル法を県内で初めて適用したものだった。一方で、1997年3月末に、戸崎工場が閉鎖。また、1998年3月に、中心市街地の厚生地区にあったジャスコ岡崎店が閉店した。 これらの動きと前後して、ジャスコ岡崎南店の拡張計画が進行し、1998年1月にイオン交産、現イオンモールをデベロッパーとして、西部百貨店や専門店、約200店が入居するイオン岡崎ショッピングセンターの計画が発表。同年2月に中部通産局に大棚法による建築申請がされた。しかし、 岡崎市立南中学校や愛知県立岡崎盲学校など学校が多く、教育環境が悪化することや、交通渋滞、騒音による住環境の悪化を心配した地元住民によって計画の変更を求める声が相次ぎ万1万1288人の署名が岡崎市役所に提出された。こうした声を受けて、伊ン側は、 増築する、延べ床面積を1万6000メートルに減らし、ボーリング場の出店をやめて、文化ホールを設け、アミューズメント施設の閉店時間を0時から22時に、計画を変更した。2000年9月22日、イオン岡崎ショッピングセンターが開業。西部百貨店と130の専門店を新設。2007年9月22日、開発。 運営主体のイオンモールの合併に伴い、イオン岡崎ショッピングセンターから、イオンモール岡崎へ、名称変更。2008年1月には、さらなる拡張を発表。同年11月28日に開業した。拡張では、西側に隣接する、中部電力岡崎支店の資材置き場当地に1スクリーンのシネマコンプレックス、イオンシネマ岡崎店をとするシネマ館と、 本胸のジャスコと西部の間のイオンモール、専門店街、現在のウエストアベニューに並行する形で増設した新専門店街、イーストアベニューも合わせてグランドオープン。また、ジャスコ3階にはイオンラウンジが設置された。増上ソフトオープンはグランドオープンの前日であった。2019年10月10日、セブンアイホールディングスは、 グループ各社のリストラ策を公表した。その一環として総合、西武は、本、ショッピングセンターに入居している西武岡崎店を2020年8月末、閉店することを決定。合わせて、イオンモール岡崎は、西武大店跡も含め、2020年秋から2021年に、かけて、大規模に店舗を改装すると発表した。各店舗に、イオン、岡崎南店と、 西部岡崎店を配置し、200以上の専門店が入居している。イオンリテールにより運営されており、店舗は地上3階まであり、地上階は専門店街と一体になっている。2階にはシネマ館への連絡通路がある。3階にはイオンラウンジが設置されている。1995年9月30日に開店。 1998年のジャスコ岡崎店の閉店で、岡崎市内で唯一のジャスコ店舗となった。2011年3月1日に店舗ブランドの統一に伴い店舗名を、ジャスコ岡崎南店から、四席南店に改称した。店舗は、地上4階まであり、4階にはロフトが入店している。セブンアイホールディングス参加となった西部百貨店が、 最大のライバルであるイオングループの運営するショッピングセンターに入居する特殊な出店形態となっている。これは開店当時は西部百貨店とイオンは共同で多店舗展開を予定しミレニアム企画という会社を設立し、静岡県浜北市、現在の浜町市浜北区や群馬県大田市に出店する計画があったため。しかし、 西部百貨店の経営状態が貫維しくなかったことや、祖豪との経営統合に経営資源を集中させたことから立ち消えとなった。小規模な店舗であることが買い物客を館内の隅々まで行き渡せる効果を生み、2008年2月期に102億7300万円の売上を計上。一時は西部百貨店の中でも有料店舗の一つに数えられるまでになっていた。 しかしその後は営業不振に陥り、前期の通り2020年8月に営業を終了することになった。ウエストアベニューとイーストアベニューから構成され、上階は吹き抜けとなっている。1階はレストラン街などから構成され、南にイオンモールセントラルコートがあり、イベントなどに利用されている。2階はファッション店を中心に構成されている。また、三階には、 イオンホールが設置され、展覧会などに利用される。このほか、3階には、フードコートがある。また、イオン、岡崎南店の西側に、シネマ館がある。3階に、10スクリーンを有する、イオンシネマ岡崎店と、ゲームコーナーのゲームランドが入居している。1、2階は駐車場で、3階が、イオン岡崎南店2階と連絡通路で、結ばれている。 駐車場の出入り口は9カ所あり、国道248号と愛知県道483号、岡崎高田線、電車通りの大通りに出ることができる。しかし、土日祝日などは、周辺道路は、慢性的に渋滞が発生する。公共交通機関でのアクセスは、東、岡崎、岡崎両駅のほぼ中間に位置しているため、 両駅からの徒歩圏にはなく、バスに乗車する必要がある。敷地内には、名鉄バスの、イオンモール岡崎バス停が設置されており、東岡崎駅と岡崎駅を往復する系統の一部が停車する。このほか、別の系統のバスでも電車通りの、戸崎町、岡崎警察署前や国道248号の、商工会議所前から、徒歩で行くことができる。鉄道でのアクセスの場合、 愛知環状鉄道の6名駅が最寄りとなるがやや距離がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。